番のマーチいかがでしたでしょうか。私この曲を聴くためにアンパンの顔を撮るって斬新なアイデアだと思うんだよね。あれどうなってるんだろう。顔がアンパンというか食べ物の時点で斬新だけどね。というか私たちが紹介するのはアンパンマンのマーチじゃないし、さっき素敵な司会を先輩たちがしてくれたじゃん。あ、いけないいけない。そんな遅刻しそうな少女漫画みたいなセリフを今言う。ご迷惑をおかけ。話すれすぎということで本題です。次にお聴きいただく曲は隣のトトロメドレー。大人気なジブリ作品、数々の人を魅了してきた作品で、猫バス、隣のトトロなど皆さんが知っている曲がたくさんあります。先生が手拍子をするところで皆さんもリズムをとってお楽しみください。皆さんと私たち、それと高木パンマンでジブリの世界に行きましょう。ではどうぞお聴きください。